お酒大です。いつもタダで飲んでるわけじゃない。乾杯。本日も。皆さんお気づきでしょうか。え、髪切った。お気づきでしょうか。制服のサイズが変わりました。きつそう。結局これが XL に変わりました。これもう最初の乾杯で気づいた人すごいですよ。いるわけがない。コメント欄に。今ちょっと規定するって言ってました。いやいや、もう これで上げたじゃないですか。判連チェック。見てない人チェック。ちょっとずつですね、出ますけど、本日は昔、ゲーマーだったっていうのが信じられなくて、まず、あんまり YouTube で言ってないですけど、一切しないですよ、ゲームの。ゲの字もないですけど、実はゲーマーだったと。小4の秋ぐらいまでですね。何やった？やったことあるゲームは。ドラクエとか FF とか、その辺でポケモンとか、遊戯王のやつとかもそうだけど、ゲームでポケモンは結構やったね。ちょっと遅いからね、俺らよりね。俺らもやったけど、ゲームボーイじゃん、ポケモン。でも、どのぐらいのレベルの熱中ぶりだったんですか？小4までは、懐中電灯をこうやって、こうやって、こうやって、布団の中で朝までゲームをしてるぐらいのレベルですね。要は、寝なさいって言われるじゃん。だけどこう、こうやってやって、ライトなんかついてないから、昔のゲームボーイ。口に懐中電灯加えて、朝までやるみたいな。で、やりすぎちゃって、ゲームボーイのポケモンのなんか草むらかなんかの音が脳に入り込みすぎちゃって、こう電源を切って置いて寝てんのに電源つけ忘れた、消し忘れたみたいな感じで幻聴がもうなっちゃうぐらいやってたんですよ。幻聴ね、現実。俺ゲーム自体がね、家になかったんじゃないかな。買ってもらってなかったから、人から借りたやつをね、お借りしたやつで家で。大体あれでしょ、そのカセットの裏に、カセットの名前に、もう全然違うこの名前が書いてあるカセットが100本ぐらい。仮パクね、俗に言う。パクじゃない。仮。いやでも仮パクだよ、それ。まだ続いてるかもしれないけど。もうどこ行ったか分かんないけど。それでさっき言った、小4の、辞めた理由？いつ辞めたの？小4の秋。これ、今まで覚えてますよ。事件があったの？やってたわけよ、旅行先、旅行行ってて。うん、で、家族がご飯。親父幻覚じゃん。そう、だから、そう、食事とかできないよ。うん、食事終わって、図書館みたいなの行ってたの。ゲームをやるために。もうとにかく完璧、そういうの完璧にしたいから調べるわけじゃん。ポケモンとかもなんかレベルがとか全部やってて。その時やってたのが、ドラクエモンスターズって覚えてる。あるね。あるね。で、今までのドラクエも完璧にして、まあ、全クリとかも簡単にやって。で、ドラクエモンスターズって、知ってます？配合するんじゃないの？そうそうそう、初めてオスとかメスとかできて、それの子供の卵を作って、またさらにその子供みたいな、その絵を完璧にするにはすごい能力がいるゲームが出てきて、そこにまず一回ね混乱しちゃって、でも絶対完璧にしたいと思って、なんかもうノートみたいに作って、全部配合のやつとかも全部やりまくってて、今の、まあ、トレーニングの研究室みたいな感じでやってたら、あれ？と思っていきなり降ってきて、なんかずっとレベルとか上げてるけど自分のレベル上がってないなって。早く気づくの？小 4？ 小4の時気づいちゃったんですよ。めちゃくちゃ幻聴が聞こえるぐらいゲームやってんのに、なんか自分強くなってないなみたいな、うん、でも学校もさ、小4で辞めたとしてもさ、そういう話になるじゃんね。あそこの面がだからなんかちょっと、うん、クリアしたとかさ、付き合いではあれしてたけど、友達ん家に行ってコントローラー渡せればやれるみたいな感じぐらいで、だから小4のその冬からの休み時間はだいたい一人でも腕立てかバーピーか、だから急もう今のお前じゃん。そう、俺の今は小4で作られました。ええよ。いや俺なんかは中学生も全然、高校生はゲーム全くやってないけど、中学生までは全然やってたね。バニカとかさ、ダービースタリオンとか、まあ、それでもう競馬好きになったみたいなもんだし、なんかゲームを続けてやるっていうのがない。うちの嫁もそうだけど、昔から多分。じゃああれですかね、お子さんはいかがゲームしたいって言ったら、それは全然したいって言ったら否定はしないですけど、家にないですから、うちは漫画もゲームも一切、だから多分やる環境にあんまり、友達に行った時とかじゃないですか。って言ってまだ8ヶ月。結構大きな子がいるみたいな話してたけど。確かに。だからゲームはそうですね、だから小学校の4年生まではもう割とやってた方なんで、それまでの悠々白書のゲームとかは分かります。悠々白書ね、ランマ2分の1とかね。うん、そうそうそう。でもどっちがいいですかね、勉強になることもあるじゃんね、なんかこう、そんな気もするんですけど、うん、
いや、どっちもだから本当否定はしない、まあ、今はね、プロゲーマーがいるぐらいだからね、ゲームがね、悪いっていうイメージは俺もあんま思ってないね、うん、ただ俺は意味がない、自分の身にはなんないと思ってやってなかったけど、なんだろうな、なんかドーパミン出ないんだろうね、そう、それじゃ出ないんです、僕でドーパミン、なんかそれで多分勝ったとしてもそれで興奮しないですもん、なんかそれ自分のなんか記録が上がった方がもうバコン小4までずっとそれで興奮を得てたんですけど、そこでほんと小4でこうあの筋トレの神が降りてきて、違うよってお前の生き方じゃないよっていう感じ、僕はドーパミン出るてか、僕ね、あのあれなんですよ、テストステロンの神の子供なんですよ。初めて聞いた、そんな。テストステロンってテストステロンポーズなの今、何回かここテストステロンポーズ、ここテストステロンポーズ、いや、わかんないけど、何すT、テストステロン T、ね、T、語って T 兄弟じゃん、それ、これね、テストステロンを上げることだけを考えて今生きてるんで、体を鍛えてる、鍛錬してるのはなんか本当に、例えば日本でナンバーになりたいとかっていうのを考えてるわけじゃないです、僕は。で、これもそのさっき言ったテストステロンを上げるためにはもう男たるやあの生きてるうちは誰かと競ってないためなんですよ、その誰かと競ってるっていう状況の時にテストステロン上がるんです、一番テストステロンとの男性ホルモンですね、競争してる間って、そうです、競争してないと男性ホルモンは絶対上がらないんです、だから誰かには負けないとか、それは相手がいなくて、なんかその架空でもいいんですよ、こいつには負けないとか、こういうやつこの状況では絶対負けないみたいのを常に意識してトレーニングしてます、今何回は何キロとかっていうのはあんまり意識してなくて、絶対あいつには負けないとかっていう感じでやってるのもグビグビ来てますよ、テストが、テストのスペロンがグビグビ、酒以外で使うやつを初めてやるね今やってることがゲームだってことですよね、ゲームの延長線上にあるそれがまだまだロード中、全然レベル上げしてるってことですよね、もう今自分のレベル上げしてるから、まあ、自分のね、うん、ちょっと確かに似てるかもしれないですね、鍛える現実に反映されるかどうかっていう違いが、そうね、一番大きな違いです、うん、だから今まではその主人公を強くするために研究しまくってて、今はもう自分自己投資とかやってますよ、まあ、会社もね、そうね、今レベルいくつぐらいですか、どんなにが自分昔私ですか、自分はまあどんくらいだろうな、15くらいじゃないドラクエで言ったらまあでも年齢とともにって考えたらまあその34とか、まあ、100、 あ、もう100歳まででもレベル上がると思ってるから俺は、だからいいこと言ったんじゃないの、違う出たあれ、抗がんの話したっけ、疲れがちっちゃい時の睾丸の話、2歳ぐらいで、何、たまたまね、うん、たまたまって2歳ぐらいで一気に大きくなるの、うちの息子はまだ大きくないのよ、2歳ぐらいで一気にボンってこの精巣が作られるわけですよ、うん、でその時に睾丸でテストステロンができるんですけど、その時にその男の子はピストルとか車とかに急激に興味を持ち出すんですよ、戦うとかこうガシャンみたいな、それは睾丸が大きくなった瞬間にテストステロンが初めて出始めて、闘争、まあしっかり歩き始める時期だしね、うん、それはテストステロンがって言われてるんですよ、女の子があまりこうガシャーンみたいにやんないっていうか、まあ多分ジェンダー、その性差的に性格が分かれる年じゃないですよ、2歳って、でもそれでも男の子の方がなんか倒すとか殴るとかっていうのはそのテストステロンのせいなんで、体型にはテストステロン関係ないあるんですけど、あのほとんどやっぱ男性の方が、男性ホルモンで、テストステロンがない方がじゃあ仏なんですか、仏っていうか、でもテストステロンがないとそのやる気がないんですよ、やる気、うん、仕事とかやる気に必要なんですよ、テストステロンじゃ絶対高い方が、高い方がいいです、うん、その短期とかっていうのとまた別で、テストステロン値は高い方が人生の幸福は絶対高いです、だからテストステロン値を高めましょうと、テストステロンさんのツイッター取られたね、先にね、もうもう結構昔から、ね、かなり昔からそう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 、まあでもテストステロンの子供だからこっちは、こっちは向こうは名乗ってるだけ、あれはもう、いや血のつながりがあると、そうそうそう許可得てないから、あの人、俺に許可得てないで使ってるから今世間でモテてる男はみんなテストステロン値高いと思うんですよ、でモテるってそういうことでしょ、
顔じゃないじゃん見てると、まあ、もちろんイケメンはモテるかもしれないけどイケメンでもモテないやついるし写真だけ見たらそうでもないのがモテたりとかやっぱそこはテストステロン値の違いですよね。結局そのなんかの第一線にいる人ってかっこいいじゃないですか、うん、仕事でもなんかスポーツでもそれやっぱ常にこう競合とこれは逆にさ女性はモテるやつ人もやつじゃモテる人はエストロゲン値が高いとかさ、まあ、でもあれはあれかオキシトシンとかあれも生理周期で変わってきちゃうか、はい、ただ女性ホルモンエストロゲンとかあるんだけどそれはでも結構周期で変わっちゃうもんかそうだ、ね、でもその時にこうあるじゃん女性自体はさ自分が盛り上がるとかあるじゃないの盛り上がるのはそうだけどねそのモテる要素が色気として出るのかどうかっていうさ男はなんかさ今の話だとなんとなく分かりやすいじゃんでも女性もこれまたモテるとか別としてセックスした次の日は肌の調子が良くなったりとか女性でモテるのはだから単純に NF カットでキャラがカットです